2022年9月24日、僕はかけがえのないものを手に入れた。皆さんこんばんは、開封大好き吉弘です。2時3時とコラボしてきた開封大好き吉弘です。はい、というわけでね、まあ、今日はね、その収録からまあだいぶ経ちましたけど、まあ、まだね、ちょっと緊張してるところがあるので、今日はこの団結のドミナリアを開封してちょっと緊張をほぐしたいと思います。はい、というわけでレッツ開封。いやー、でも本当に楽しかったよ。うん、やっぱりね、楽しいポイントっていうか刺激的なポイントで言うと、まず俺の控え室があるのよ。やばくない？俺の控え室よ、聞いたこともないよな。で、あと、まあ、今回その開封講師としてさ、行ったわけなんだけどさ、まあ、当初さ、まあ、打ち合わせの段階で、まあ、こういうパフォーマンスしますみたいなのをある程度伝えてたんだけど、まあ、それは臨機応変に、まあ、変えてもいいみたいな感じだったんだけどさ、そのね、やっぱいざ本番が始まってさ、本人たちと出会った瞬間に、あ、これもうミスれねえなと思って、だいぶ俺お気に入っちゃったのよね。うん、本当に、始まるまではさ、ちょっとさ、おちゃらけたりとかさ、なんか向こうにちょっと絡みに行ったりしようかなと思ったけど、あ、なんかもう全然スキルが違うわと思って、これ踏み外したらやべえなと思ったから、それで急遽なんか確率、そのパックの封入の確率を使ってパフォーマンスしましたね。いや、だからそのね、配信気になった方はね、ぜひ見てみてほしいですね。はい、というわけで、まあ今からパック開封していこうと思います。で、まあ目指すのはね、やっぱシェオルドレッドですね。まあ最近シェオルドレッドがさ、なんか9000とかになってんのよ、販売価格が。で、まあそれ高すぎるだろっていう意見もあるけど、まあ俺個人からしたらね、まあ妥当なラインなんじゃないかな。うん、なんか今さ、スタンダードが入り出したっていうのもあるし、で、あと、まあ単純にさ、パックの金額がさ、年々上がってってるのよね。そう、多分ストリックスヘイブンの時に上がって、で、それでさ、スタンダードがさ、まあちょうどそんな流行ってなかった時期だから、そのスタンダードの人気神話レアの金額がこのぐらいみたいなのが定まってない状態で、この2段階目のさ、値上げが来たから、みんな9000っていうのはさ、もうやべえみたいになってるかもしんないけど、まあ今現在ね、団結のドミナリアセットブースはさ、本当の定価で買ったら1万8000超えてるから、って考えるとね、この令和のマジック・ザ・ギャザリングの神話レアのトップは、まあ、9000円っていうのは妥当な金額なんじゃないかな。なんか、てか逆にそれぐらいの金額内だと、まあボックス買ってもさ、なんか割り合うっていうか、1万8000円のボックスでも、まあそれぐらいの価値のあるものがあるっていう風になるから、俺はね、なんかそんなに9000円うろたえてはないかな。まあ1万とか言ったらさ、さすがにって思うけど、まあだから今日はね、そんなまあ現在大人気のシェオルドレッドを当てたいよね。まさかベリアナ超えると思わなかったな。たかだかさ、4マナ45の生物で除去食らったら死ぬのにもかかわらずね、9000ってのはすごいことだからね。はい、というわけで、オジャネンからの山と、山く超綺麗だな、こんなんだ。で、こっから、まあ、その配信でもやった、9枚目にレアがあるとレア1枚多いんだよ。というわけで、1、2、3、4、5、6、7、8だから、おレア1枚多い。緑の伝説 R、 はい、こちら、あー、バルー、なんかワームのワームのロードですね。ちなみにね、統率者でワームデッキっていう、なんかもうすげえニッチなの組んでる友達がいるんですけど、その人曰く、今伝説のワームって地球に1体しかいないらしいですよ。まあだから、そのワームデッキ、統率者のワームデッキの新しい統率者になり得るクリーチャー、バルーさんですね。まあ、全体プラニとなんかワーム出せるっていう、それだけだな。で、なんか待って、次が通常レア、赤いはダメだな。あー、本能汚すものと。で、次フォイルの赤、あー、いいですね。これまあリミテで超強いですね。で、最後が何もないと。まあ1パック目こんな感じと。うん、まあ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 、神話レアのスロットを変なもので使わなかったら全然大丈夫。とりあえず2パック目いってみよう。いや、シェオルドレッド当ててよなー。あー、なんか硬い、こいつすごい歯向かってくるんだけど。皆さんはあれ、スタンダードなんかやってますか？ちょっとね、スタンダードね、流行り出しそうでね、俺それがすごい嬉しいんだよね。
なんかマジックってやっぱり面白さで言ったらスタン一番面白いと思うのよ。まあ、なんでかっていうとそのローテがあるからどうあがいてもさ、そのなんかつまらないなっていう環境にならないと思うんだよね。そのローテとかさ、その新セットが入ったらさ絶対面白くなるから、そのまあ買い続けなきゃいけないっていうコストのことを除いたら俺一番面白いフォーマットだと思うので、だからね、そのスタンがね入り出すっていうのはいいことだなと思いました。というわけでザオジャネンからの次が通常レア黒英雄タン1個しかないな、ギックスの逆残虐でございます。まあギックスの残虐超強いよね。うん、その2章がさチューターなのよ。で、あの置きチューターなんだよね。大体チューターってさデッキからカード持ってこれでもマナ使ってるからそれがあの有効に活用できないっていうのが多いけど、これ2章になってるから、あの1章でまあハンデスして2章でまあマナが潤沢にある状態でサーチして何か使えるっていうのはねすごい強いんで、俺これねかなりヤバい英雄タンだと思ってるけど、どうでしょう。で最後が土地で、はい、でこんな感じの、まあ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 あのまあ出だしとしてはねこんな感じですよね。うん、まあ、ハサミ使うか。で、まあ、シェオールドレッド以外にも、まああのね、発売当時一番話題になった、まあ、ベールのリリアとかもあるんで、お、いいね、ステンドグラスー、ステンドグラスーからの、まあ、お、なんか待って、ボーダーレスはしてないか。1、2、3、4、5、6、7。で、8だから次がレアだったら、おいしいけどダメだったと。で、次は通常レア。え、待って、やばそう。いや、マルチだから大丈夫かな。OK、大丈夫。あの、ラタドラビックさんですね。ラタドラビックさんから、フォイルがショーケース。なんでしょう、R。あー、ダニサか。まあ、ダニサね。うん。これね、リミテだとね、マジ下4行がね、インクのシミなんだよな。そう、出た時にさ、オーラか装備品持ってこれるんだけど、そう、プレイアブルなね、オーラと装備品がね、この環境マジでないんだよね。まあ、結構変わってるよな。なんかこの誘発があったらさ多少なりともさ、まあ、もしかそのダニサ専用武器でもいいからさ放り込まれてそうだけど、そういうのがないからね。結構ダニサはその44警戒反魂先生ってのだけで戦わなきゃいけないけど、まあそれがだいぶ強いね。まあ除去食らったら終わりだけど、44の先生警戒はねもう攻防ともにそれ1枚で終わるから、なんか除去がない状態出されるとねマジで罪なんで。でもあともしくはその盾構えとか構えた状態で行ったりすると、まあ一応死なないで済むっていうので、で1、2、3、4、5、6、7、8で次がレアだとレア1枚多い、レア1枚多い、やった。ダニサかぶりすぎ、ダニサマジで多いって、ダニサ多いって。でそっから通常レア、そろそろ神話来そう。青の、あ、アカデミー伝承士ですか。まあ、追加ドローできるけど、追加ドローすると2マナ重くなると。で、最後 R、マジで。あー、ジョイラか。で、ジョイラと、まあ、ネズミと。これ結構強いな。あの、全体ダメージ飛ばせんだっけ？そうだね。うん。あれ、これってさ、あれ、コモンだっけ？全除去内臓ってさ、結構あの、パウパー的には美味しいんじゃないの？クラプトラッツってアンコモン？コモンどっち？コモンだったらね、全体 X 火力ってかなりそのないから、もしかしたら価値あるかもしれない。うん。というわけで、まあレアカードはね、現在たくさん出ております。ちなみに今のパックってレアが3枚出たじゃん。1パックにレアが3枚出る確率はね、3% しかないから、これはね、かなりまあレアなパックではあるけど、中身が絶妙だよね。そう、3% でしか出ないパックだけど、それよりもさ1枚シェオールドレッド詰まってる方がありがたいから不思議だよな。あとねレアがね最大は4枚入ってんだよ。で最大4枚の時のね確率って何パーだったっけ、むちゃくちゃ低いことは確か。最大4枚はね書いてないかな。あ、1パーだわ。1パー未満だから1パーよりも低いんだ。そのレア4枚入りパック見てみたいよな。てか缶さっきも来たよな。あ、イラスト違いか。で森からのこれマジで強いね、こいつ。なんか、もうパウパーとかでも活躍してるらしいじゃん。2、3、4、5、6、7、8。で、次がレアだとレア1枚多い。あれ？あ、違う？ん？あ、違う。ごめん、普通のレア枠だった。はい、アダーカー高原でございます。
まあ、ダーカー高原相も変わらず綺麗なもんで、でそっからまあ古文のホイールと非認印でございます。で何これ、えこんなんあった、えプレインシフトのレア、フォルクスワーゲンみたいな、フォルクスワーゲンシティみたいなカード、え本当に知らないんだけど、えダズンとアンタップデュアリングやアンタップステップ、もう一回まだ出したら起きないってこと、アットザビギニングオブユア、アップキープ有名リムーブカードフロムユアハンド、手札から手札追放してアンタップすんので、好きな色出ると、え何このデメリットマシマシ全色土地やば、真鍮の都とかでさ1点重いねって言ってる中さ、ハンド1枚追放だと、これはちょっと維持不能だろそんなカードがあったのか、まあでもまだ神話出てないから、まあまだまだ頑張れるんじゃない。セブマキノンさんの森からの沼からの、1,2,3,4,5,6,7 で8だから、次がレアだとレア1枚多い、ダメだった。で通常の1枚枠が赤い R の、あ巨竜戦争ね、で巨竜戦争からの古文の株で終わりと。まあ巨竜戦争もねめちゃめちゃ強いよね。これね大事なのはね、第1章本体にもダメージ飛ぶのよ。うん、その各クリーチャーと各対戦相手っていうので、なんかあのお前だけダメージ受けないっていう、俺本体だけ守られてるのね、結構ミソなんで、これねマジでね忘れがちだから覚えておいた方がいい。俺これこの2点をね知らないで、あの負けた試合あったからドラフトやってて、いやだからね本体しかも2点って結構でかいからな。うん、まあ1はさ足らないってあんまないかもしれないけどね、2足らなくてね落とす試合ってねちょくちょくあるから、巨竜戦争はかなり一生ゲームに影響しそうで、山からの1,2,3,4,5,6,7 で次が、レアだったらレア1枚多い、あれなんかお得したっぽい。はい、あロバランの傭兵団、これあれ逃走者カードか。全部の伝説のクリーチャーの機動能力持てるから、まあ、こいつであの危機時期の能力持つと、こいつは伝説じゃないから地震であの増えまくれるっていう、まあ、危機時期の能力で自分増やしまくれるけど全員タップ状態だから、なんか なんともなって感じがするけど、まあ、相手のエンド前とかにやればいいかな。で白い、あーでも力戦の束縛あと1枚欲しい、頑張れ力戦の束縛、あーダメだ生きてるわ、惜しい。古参兵か、まあ、こいつもね結構活躍してるよな。やっぱ2マナロードってね環境変えるね。今回いろんな部族でさ2マナロード出たけど、まあ、黒以外は全部ちゃんと活躍してるもんな。やっぱりもともとさ2マナロードってなんかマーホークだけの特権だったみたいな感じあるけど、まあ、今回ねこの各種ロードによってだいぶいろんな部族がね頑張ってるので、まあ、こいつもやっぱり強いですね。で次が、おこれ黒じゃね、あでもあれだった、くそー、うわー惜しい、これ待って、これがさ、これが M だったらシェオールドレッドだったのに、ダメだった。カラスの男ですね、なんかリリアナのストーカー的な存在らしいね。なんか通常イラストとショーケースで全然違うな、そのシルエットとか、なんか何から何まで。なんか通常版はさブレイブルーのバルケンハイみたいなかっこいいのに、なんかショーケース版はなんかこれブランカみたいなので全然なんか外観が違うというか人種が違うまあそんな感じで未だに神話レアが出ず、右列ラスト3パックかな。でシェオルドレッドさ9000円とかもそうなんだけどさ、食肉鍵虐殺事件史がさもう9000円を超えてなんか1万円とかになりつつあるらしいじゃん。あれとかやばいよな。1,2,3,4,5,6,7 で、これレアだったらレア1枚多い、ダメだった、ボーダックだった。でそっから、おやった、おやった、リリーベールのリリアナ、ふぅふぅふぅ、めちゃくちゃ嬉しい。俺ねこのリリアナね結構好きなんだよね。なんかみんなさイニストラードのさなんかザ・アメリカの意地悪なお姉さんっていうか、なんかアダムスファミリーみたいなのの方好きだけど、俺こっちの方が好きなんだよな。なんでだろうね。なんかね、胸の小ぶり感っていうか、形がいいというか、これ全然変な意味じゃないからね。なんか
あのやたらボンキュッボンよりも結構なんか日本人的な体型もダメだ、どんどん変な風になるからもうやめようこの話まあ超強カードベールのリーアンでございますよ。3マナのプレインズウォーカーで、まあ、プラ1でお互いハンデするで、マイナ2で相手あのクリーチャーサクリで、マイナ6で相手のパーマネント半分に分けて半分サクリっていうので、まあ、登場したのはねもう今から10年以上前なんで、その10年以上の前のさプレインズウォーカーなんか大体プレインズウォーカーってねどんどんインフレしてるから基本弱くなってん、あの弱いんだけど昔のは。ただベールのリリアナはね本当に強いから、今ねこのスタンに来ても、まあ、大活躍だし、まあ、今現在ね、まあ、パイオニアでも活躍してるってねスーパー強カードでございます。まあ、2番目のあたりかな。やっぱりね、カードとしてはもう申し分ない強さだけど、まあ、流通量で言ったらね、相当出てるからね。まあ、イニストラードで出て、で、その次はあの、モダンマスターズ3で出て、で、アルティメットマスターズで出てっていうので、で、あとなんかあの、なんかマジック、なんかワールドカップみたいなのあったじゃん。なんかあれとかでもプロモになってるから、まあ、流通量で言うとね、全然あるから、まあ、それでもね、今現在、その、あの、トップ2の座に入れてるっていうのはね、めちゃめちゃすごいことなんで、いや、大当たりめっちゃ嬉しい。最初の神話ではリリアナ、テンション上がるな。本当に、マジでテーマパークに来たみたいだね。で、まあ、あの、美少術師の、で、これ、美少術師もね、やっぱりあの、4-3-3っていう、普通に殴っていいスタッツに対して、その1マナカードね、サーチできるってね、バカ強アドバンテージもあるから、しかも、ソーサリーインスタントどっちでもいいんだろう。やばいよな、これ。これね、全然あのね、まだまだね、あの、下の世界掘っていけると思うよ。なんかもう、なんならレガシーとかまでね、行きかねないと思ってるから、だってあの、ウィルのコストにもなるからね。めちゃめちゃ強いカードだから、もうあの、このパックマジで強かった。もうフォイルに至るまで最強だった。というわけで、リリーが出た。これでね、だいぶリラックスできますね。そのリリーかシオルが出たら、ある程度そのボックスの代金がね、ペイできるから。この早い段階にリリアナ出るっていうのはマジで嬉しい。うん。あの、この間あの、ボックス開封イベントやったけど、やっぱりね、リリアンとシオルね、どっちか出ないとね、うん、かなりエグい結果になるから、うん、というわけで、お、いいね。吉兆吉兆、山吉兆。で、山からの火災旋風と、で、稲妻地域と、いいね。3、4、5、6、7。お、天使のおっさん天使のおっさんこれ超強かったなぁ。俺あのね、今月さ、団結のドミナリアのドラフトむちゃくちゃやってたんだけど、なんかこの壁デッキってさ、なんかなんとなくさ、カード揃わないと弱そうってのであんま組まなかったのよ、そのミシック行く直前まで。で、ミシック行く直前で、まぁ、ちょっとあの実験的に組んでみようかと思ったらもう強すぎて。びっくりしたわ。なんかなんであの俺最初からこれやんなかったんだろうなと思って。俺今までさ、グルールが最強だみたいなこと言ってたけどさ、もう全然あのね、あれ撤回だよ。もう本当になんか、なんて俺は無駄な時間をみたいな感じだったから。いや、これからドミナリアのドラフトやる人はね、もう天使のおっさんね、使いまくった方がいい。てか、これね、1枚取れたら強いのよ。防衛サーチできるアーティファクトのクリーチャーがいるから、これ1枚でいいです。本当に。だからまだやったことない人ね、これ本当にね、使った方がいい。本当にもう世界変わるから。で、そっから、アンコモンと。で、次そっから、まあ、青い R のジンと、あ、でもジンも大活躍らしいね。俺ちょっとこいつの挙動見てないけど、墓地のソーサリーインスタント分パワーで、まあ、もともと飛行してるわけでしょ。まあ、だったらその3枚ぐらいあったらさ、もうかなりあの優秀クリーチャーだから、そう3マナで飛行しててパワー3っていうのは、もう犯罪スレスレのラインだから、で、しかもタフも4あるからね。もう3枚あったら超強いし、で、それに加えてソーサリーインスタントが1軽くなると。これもすごいな。ライストがもう1マナで打てるから、もうライストじゃなくて稲妻になるわけじゃん。めちゃめちゃやばくねえか、これ。うん。あれ、これかなりやばいな。マナリークも1マナじゃん。通りで活躍してるわけだ。これなんかもうちょっとあの、下の環境、モダンぐらいまで頑張ったらいけるかもね。で、次。で、次がフォイルの白の、はい。ドキュー派ですね。で、ドキュー派からの、はい。ザリスト出ないな、全然。まあいいや、でも陣当たりだからね、ありがとう。じゃあ右列、最終パック。まあ右列ちょっとあのシャイだったから、神話では1枚しか出なかったけど、まあ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 。開封していこう。じゃかじゃーん。シェオルドレッド出た、やった、シェオルドレッドだこれなぁ、これ、これはよく出るんだけどな、本体は全然出てこないからな。で、1、2、3、4、5、6、7で、8、だから、もうレア1枚、レア1枚確定、レア1枚確定か。で、ラーだからの、緑の、R の、
あタルモゴイフモドキね、タルモモドキからの城の古門の、うわ時間稼ぎね、うん、まあ最後は切なかった。まあでもあの、まあ、だいぶでかい、えだって10パックでしょ、6000円ぐらいの投資でさ、まあリリアナ手に入ったわけだから、もう全然いいんじゃない。でリリアナとこのリリアナストーカーのセットだからね、なんかすごい物語性あってとてもいいパックだった。まあ、そんな感じ。次真ん中列開封していこう。真ん中列、うん、なんかセットブースターってさ、一応あのそのなんとかの賞なんとかの賞ってので、そのレアがどこに入ってるかみたいなのが分かれてるけど、なんかもう全く完全さ相当ランダムのさパック作っても面白そうだよね。もうだからめくった瞬間いきなり新ワレアみたいで、新ワレアで次コモン、あコモンしかないのかと思ったらまたレアみたいになったらさ、そっちの方が面白そうな気するけど、そういうブースターってどうですかね。もしよかったら作ってほしいものである。でレア1枚か、レア1枚で1枚のレアは頑張れ緑、緑の M、 緑の M なんかいいのある。うわゴリラじゃん、ちょっと微妙い。このゴリラなぁ、リミテでも弱いんだよなぁ。そう、アドバンテージがね、稼げないから、まあ一応土地は持ってくれるけど、土地ってあの、アドバンテージと呼ぶのかどうか微妙なラインだから、まあ5マナ5マナで、まあ唱えるたびにディッチャか、まあランパンするか、ゲインかっていうので、やっぱね、ゴリラらしいね。ゴリラって別にそんなに器用じゃないなってのがよくわかるわ。うわぁ、神話ではこれか。で、次、黒い伝説じゃないか。し、グンバ。ウンバー新しい友達を作ろう。いやーとにかく貴重なシンワレアがゴリラに一匹食われてしまった。シンワレアってさ、シオル、リリアナ以外何あんだっけ。あ、まあ、セラの模範か、セラの模範とかが来ると美味しいと。まあでもまあ基本シオル、リリアナか。であとまあレア枠で、まあ、力戦が出たらいいかなみたいな。ほい、ローナの渦からの森からの、1,2,3,4,5,6,7 で、これ8だから次がレアだったらレア1枚多い。ダメだった。エラスからの通常のレアが緑 R ジャカジャン。あー活力汚すものね。まあ活力汚すものね、そのミドマナがさファイマナになるから、なんかレガシーとかのエルフで使えないかな。あれ結構1マナのカード多いから、これ着陸したらまあポン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 って出せるけど、まあでも言うて微妙いのかな。なんか使えそうだけどね。まあ5マナ66トランプルってので元のスタッツもいいから、なんかパイオニアとかでも活躍ができたらいいとは思ってるんだけど、活躍ないと。そしてあのザリストが全くね、ザリストって一応ね 25% で入ってるはずなんだ。ああだからちょっとなさすぎない、ザリストちょっとなさすぎて困るんだけど。開封で森から沼からの、1,2,3,4,5,6,7 で次がレアだったら違うか、次がレアだったらか、うんダメだった。でつお、いや待ってこれ危ねえ危ねえ、待て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 、お前避けろ避けろ避けろ、ナッパ避けろ、ナッパ大半戦になれ。よし、OK、大丈夫。神話レアじゃなかった。あぶねえ。はい、金色の大半戦でございます。このなりで飛んでないっていうトラップね。もう、どう見ても飛んでるじゃんっていう。どう見ても飛んでない。あ、飛んでるけど飛んでない大半戦でございます。まあ、36ってね、マジでこれがね、やらしいよね。まあ、リミテ専用のなんか、強カードだけど、これがね、なんかダブブロ行かないとさ、基本取れないサイズだから、ダブブロ行くと、まあ、片方が除去されてさ、結局あの一方差作らうみたいな、まあ、悪循環生みやすいので、まあ、結構強いカードっちゃ強いカードではあるかな。その登場したクリーチャーをまあブリンクできるから、なんだろう、まあ、ファイレクシャのフン抜きだとかさ、あとまあ、出た時にトークン出るやつだとかを、まあ、登場させて、まあ、CIP 使い回しつつ、まあ、この36っていうサイズで殴るっていうのが、強いカードだけど、まあ基本リミテムーブだわな。で次が白のアンコモンと火星とでザリストなしと、ザリストとは知ってるよザリストは。そうちゃんと書いてあったわ、4個に1個の割合で歴史から厳選されたカードが入ってます。絶対厳選してないだろ、厳選してあれはないだろ。しかもザリストあの次のなんかアンフィニティにも入ってるらしいじゃん。
どうなってんだよ。あれ、アンフィニティってさ、セットブースはないじゃん。ザリスト、おザリストがある。お久しぶりです、ザリストさん。というわけで、ちょっと気合い入れていきましょう。1、2、3、4、5、6、7。で、次がレアだったらレア1枚多い。ここでさ、シェオルドレッドのファイゴとか出るとさ、めちゃめちゃ割得だよね。このショーケースゾーンでさ、そういうの処理できたらさ、めっちゃいいんだけどダメだったと。で、ラゴモスからの青いレアは、どう転んでもダメだ。もう、どうせだったらスフィンクスがいいなぁ。晴天のスフィンクスでございます。5マナ5、5飛行、5本に。これマジで入り見て終わるね。こいつもさ、リーズもそうだけど、5ターン目に出てくるその5号飛行がさ、5砲持ってたらさ、しょれねえのよ。晴天のスフィンクスもね、リーズもね、結構最速で出てくるともう呪言相当だから、でもダメージ入ったらもうアドバンテージやばいからさ。これね、結構ボムなんだよな。最近リミテッドってさ、なんかボムゲーにならないようにうまいこと調整されてると思うのね。まあその小粒の、まあレアだったりしたらさ、まあ焼きやすいとか除去しやすいようにできてたりだとか、まあその終盤のフィニッシャーが強かったりする分にはまあいいでしょうとかで、まあバランスいいけど、ちょっとこいつね、結構やばいね。まあバランス取れてる部分で言うと、まあ神話レアだから基本的にお目にかからないでしょうっていうぐらいではな。まあダメージが入ったらハントの数分、ライブラリートップで嘘か誠かができるっていう、まあアドバンテージが稼げるカードでございます。基本ダメージ入ったらもう勝てねえかな。やっぱこのね、アドの稼ぎ方えぐいよな。で、コモンのフォイルと、誰お前。てかこれどうなってんの？フェン、トレジャーハンター。トレジャーハンター、お前すごいな。もう唯一無二、もう一回トレジャーハンターって名前使ったらもう二度と出せないのにトレジャーハンターなの。Come into play, you may return target artifact can't from graveyard to your hand. Hard. You may return target artifact. あ、カードか。あ、なるほどね。アーティファクトを墓地から手札に戻せると。うわぁ、まさにトレジャーハンターだった。地味だけどね。まあトレジャーはハントしてると思う。で、次のパック。ベールのリリアナ、シェオルドレッド。いや、欲張りセット来ないかな。あ、これいいね。これイラスト好きなんだけどね。このセクシーなお姉さんが、なんかなんつうだろう、光線打ってるみたいなカードなんだけど、前職のカード以外全部破壊するだっけ。あ、基本的な全除去ではございます。で、4567で、次がレアだったらレア1枚多い。ダメだった。というわけで、通常枠、頑張れ黒い伝説、ダメだった。ランドベルドの大群引き。これもね、やっぱ期待のゴブリンロードなんで、活躍してるらしいから、当たりっちゃ当たりなのかな。で、赤いアンコモン、勝利の炎。まあ、勝利の炎もね、だいぶ強いっぽいね。ハンドの枚数分火力で、まあ、キッカー払うとワンドローついてくるから、火力にワンドローはね、えぐいね。まあ、プレインズオーカーも焼けるから、まあ、本体はさすがに打てないけど、プレインズオーカーがクリーチャー、除去を選べるカードで、しかもインスタントだからね。かなり強いんじゃないでしょうか。次のパック。さあ。アートカード、セブマキノンさんの沼からの、あれですね、ヨハネスボスさんの兵器と、これまで視力検査に見えるような超巨大な視力検査のカーンが上みたいに言うっていう。伝わるかな、俺しか思ってないかもしんないわ。で、コモンが1、2、3、4、5、6、7で、次がまあレアだったらレア1枚多いけど、まあそんなこともなく、レアは1枚、レアは1枚で緑レアがラノワールのね、緑ゴケグモですね。まあ結構やっつけな強いカードだよな。3まで4、3、到達トランプルだもんね。だ、守ってよし、殴ってよしで、警戒あったら最高だよね。到達とトランプルってさ、マジで一緒につけてほしくないよな。だってどっちもはできないからさ。だからそこがね、気になるけど、まあ、4マナ4-3だからね。普通に昔の人が見たらびっくりたまげるような。で、それに加えても、ハントで復活するっていう能力もあるから、まあ、1回だけだけどね。まあ、1回でも結構強いかな。ハント5達成してたら、3マナで戻ってくると。まあ、これもちょっとありそうだけどね。で、次が緑のアンコモンと。はい。以上。
さどんどんパックはなくなってくるけど、一応リリアナ引けてるからちょっと安心感はある。シェオルドレッド出てくれよ。はい、ダニサからのヘチで、1,2,3,4,5,6,7 で次がレアだったらダメだった。で次が通常スロットのレア、黒いけど伝説ではない。あそこへの引き込みね、ハントの数だけマイナス修正とまあ使いづらいかな。まあ一応1足してくれるから、そうだね、まあマイナス3ぐらいまでは出せるけどちょっと微妙かもな。で次が白い、はい、コモンジャークを打ち砕くと、まあ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 っていう感じの内容ですね。真ん中列残り3パック。さあ、アートカードが誰これ、多分逃走者のカードだろう。で沼からの沼、いいぞ吉兆、1,2,3,4,5,6。あ、俺がプレビューしたカードで、次がレアだったらレア1枚多い。でも伝説じゃねえんだな、これがね。伝説だったら超いいんだけどね。なんだこれ、目覚めた潜伏工作員、一応逃走者用のカードで、こいつを他のタイプに加えてファイレクシアであることを除き、このターンにあの墓地に置かれたカードのコピーとして出れると。あ、です瞬速あんのか。あ、なるほどね。これ俺の墓地になくてもいいの。あ、強いじゃん。相手のクリーチャーとか死んだタイミングでも、まあ、出てこれると。おお、なかなか強め。ただまあエターナル環境でしか使えない。で緑の伝説、はい、あ、国王ダリアン48世長続きしすぎのね、48世ですね。うん、これもあのなんかパイオニアの人間デッキ、なんかバント人間とかで使われてるっぽいね。まあ、全体プライチ修正とあのまあビビタルトークンへの除去耐性と、まあ、5マナで一応トークン置くのと、まあ、こいつがでかくなるっていうので、まあ、人間デッキがその終盤マナフラした時、まあ、結構あのせわしなく動いてるデッキだからさ、あんまこれが使われるタイミングってのはないと思うけど、まあなんだろうな、まあ、相手がさばいてくるデッキだったりするとこれが機能したりもするかもしれない。まあ持ってて悪い能力じゃないからね。でトークンもこいつの能力では全体修正受けるから結構強いカードだけど、まあどうでしょう。でその次が土地かな、はい、あ隕石か。まあ、国王ダリアの全体修正っていうのもね、昔から考えたらさ、3マナのエンチャント相当だから、それがあの 2,3 クリーチャートークン生成とトークンに除去耐性まで与えるっていうのはね、まあ、だいぶバグってるからな。で次のパック、よいしょ、全然ザリストじゃないな。でブレイズからの、沼、森からのか、森綺麗だなこれ。で森からの群馬、1,2,3,4,5,6。あ、切り崩し、やった、切り崩しもね、なんか今現在あの買うとワンコイン相当らしいので、まあ黒タン流行ってるったらまあそれはそうなるわな。というわけで当たりカードで、当たりカードからのジョダボンですね。そう、ブック無双でございます。私の配信ではまあ有名、ブック無双からの次がレアだと美味しい、ダメだった。ナエルからの、あー、ここで楽しみたかったな。そう、この状態、この状態がねシェオルの可能性を持ったシュレディンガーのシェオルなんだけど、まあ、完全にあれになったな、ネマタになったな、うん、ネマタになってしまったでもネマタね、強いところで言うと、あの護身任務でさ白日の元にから持ってこれるじゃん。そこちょっと強くない、うん、この2色がゆえに白日ってか、その護身任務であれ、あいつなんだっけ、あのジェガン細胞にしながら白日で持ってこれるし、しかもまああの2部のさ効果でもハンドに加えられるから、結構ねこいつはあの普通に強いと思うんだけどね、うん、どうでしょう、世間の評価が気になるところではある。まあカリタスっていうさ、まあ、黒単色でこいつよりも強いやつがあるから、それちょっとネマタさんさあんまあの日の目を浴びないけど、少なくともスタンダードでさカリタスが使えるって考えたら、結構今後このミドクロを使うようなミッドレンジとかは使うカードになるんじゃないかな。てかめちゃめちゃ強いカードだと思うしな。で、真ん中列最後のパック開封してみましょう。何これ、あ、ごめん、ヘチか、なんかあの英語のカードかと思った。で沼からの1,2,3,4,5,6,7で次がレアだったら1枚多い、ラフキャパシェンで次がレア、あーダメだ。でもアダーカー高原さっき聞いたじゃん、あ、コイロスの洞窟か、なるほどね、コイロスの洞窟でしたでそっから緑のコモン、
というわけでね、真ん中列はだいぶ味が薄かったですけど、まあ、最後にねシェオルドレッドが来てくれると俺は信じてるので、最終左列開封していきたいと思います。いやー緊張すんな。で島からの、1,2,3,4,5,6,7で、これがレアだったらレア1なのかダメだった。というわけで通常スロットレアは頑張れ。ダメか、緑で U ターン。ということは神話レアだやだ、世界呪文やだ。7マナでパーマネントがハンドに加えられて踏み倒せるっていう、まあ1人トゥース&ネイルの操術状態ではあるけど、掃除か、掃除状態のトゥース&ネイルではあるけど、いや微妙いな。まあ一応その出したいカードがさ、もう手札にあったらさ、もう第3章からいきなり踏み倒して終わりってのできるけど、まあそうね、まあそんな悪くないけどね、ちょっとそのスタンダードでやるにしてみたらね、火力高すぎるんだよな。ちょっと全てを焼き払う能力すぎるんで、なんかもうちょっとね、それがエターナル環境とかまでいったら違うかもしれないけど。お、何これ、なんかあるか。あー、アンディだった。くそ。復活したアーティね。まあこれ結構マルチに使えていいよね。4マナ3に瞬速でカウンターかクリーチャー除去かっていう、かなりね幅広な能力なんだけど、一応食らった側がワンドローついてくるから、そのね、まあ強すぎる能力には、そう、大いなる力には大いなるなんだろう、ドローが、ドローなんだろう、大いなる力には相手にななんだろう、なんか恩恵があるというか、施しがあるから、なんとも言えないけど、まあ魔球の賄賂みたいな、そんな感じのカードでございます。あとアーティね、一応自分のクリーチャー殺せるからね、そこがね、結構、リミテッドだとね、生きるね。ワンドローしたい時とかに自分のクリーチャー殺してワンドローもできるから、うん、そうだよね、俺それやられたもんな。結構びっくりしたわ。だから自分のドローにも使えるのはね、かなり強いポイントだと思う。で次のパック、もう神話では結構出てきたからないかもしれない。で平地からの衝動で、下支えからの仮面で、456、おお、なんか吉兆じゃないこれ。白騎士黒騎士がつながってる。で、お、白騎士黒騎士、こういう歌お前らできてるの。待って、これ女じゃない、もしかして。待って、何この並び、やばくね、めちゃくちゃエモいんだけど、びっくりしちゃった。白騎士と黒騎士は恋をしている。熱いなこれ、これむちゃくちゃ熱くない？開封エモコンテスト出したら1位だと思うんだけど、やっべえ。でなんか僕も混ぜてほしいなみたいな、よくわかんないやつ来たけど、まあ、こいつは関係なくて、次がレア。なこいつ色薄くね、まあ、こんなもんか。まあ今回のボックスプロモにもなってるから、そうだな。まあでもボックスプロモになってるけどね、やっぱ2マナ13マナクリでさ、土地をクリーチャー化させれるのは強いと思うので、なんだろう、まあテイロスの時もさ、ボックス購入特典で森の女人像ついてきたけど、まあ最終的にあいつもね相当な当たりカードになったんで、まあこれもなんか、なんだろう、ミッドレンジみたいなのができた時に活躍するんじゃないかな。だって全色出すもんね、色で、フィニッシャーにもなるしっていう。で、白いアンコモンの、あ、司祭まで出てきた。司祭さんが出てきて、うん、この二人は晴れて夫婦となるのであるみたいな。素晴らしい、マジでいいパックだった。これこういうね、エモさがあるからマジック・ザ・ギャザリングはね、やめられないよね。はい、次のパック。なんか国産のパックってさ、開きづらいよな。その米国産のパックはさ、下に力入れたらさ、簡単に開くんだけど、それがねちょっと気がかりだよね。で森からの1,2,3,4,5,6,7で、次がレアだったら頑張れ。アンコもダメだった。で次が通常スロットのレア土地でも、黒だから、硫黄泉じゃない。硫黄泉はね結構当たりなんですよ。そう、アイスエイジからずっと使ってる人がなんかもう白骨化してるってので一応アイスエイジからさ、団結のドミナリアまでに、300年ぐらい経ってんだっけ。ああ、それは白骨化もするだろうっていうので
まあ、ちょっとかわいそうなデビル君のね、あの生涯でしたと。で、そっから次が、これ普通の黒か。普通の黒のコモン。まあ、ハンデス3点付きと。まあ、悪くないね。よし、で、次。開封。じゃっかじゃーん。あと、お、ベールのリリアナ。出ました、このバージョン。これさ、マジであの、シンデレラの意地悪なママ母みたいだな。まあ、シンデレラの意地悪なママ母が、こんぐらい。でもね、あれ結構俺ね、美人だと思うんだよね。シンデレラのさ、ママ母さ、おそらくあの、ドリゼラとアナスタシアよりもね、俺、てか俺なんならあの人の方がいけるからね。だからね、なんかシンデレラのママ母みたいって言ったけど、いや、全然ね、そう考えると美人だよな。ただ、頬焦げてんのかね、気になるよな。このボーダーレスバージョンのリリアナさ、なんかね、なんか違うんだよな。うん。いや、でもなんかあの、いや、全然リアルで現れたらさ、いいけどさ、その、ただ単純にあの、キャラクターとして見たときに、ちょっとなんか、老けてるっていうか、なんか、痩せこけてるみたいな気になるリリアナではある。で、1、2、3、4、5、6、7、8。で、次がレアだったら、1枚レア多い？待って。ちょっと待って、あの順番間違えて、まずこれが普通のレアじゃん。まあ強いじゃん。33であの相手のハンド見て、あのカード止めれるっていうカードなんだけど、気になったのはさ、このショーケースですよ。これさ、え、黒くない？しおれない？ダメだったか。しおることはできなかった。あ、でも救いだ！あ、いいね。救いのショーケースのホイールかっこいい。まあ、スクイーンも今現在なんかグルール系のデッキで活躍してるらしいね。まあ、やっぱ普通にあの速攻で22殴って11トークンついてくるっていうのはね、だいぶコスパいいから、まあ、カードとしてはかなり強いね。ただ今この黒タン環境である限りは、まあでもリリアナに対しては強いカードか。まあ、サクレって要求されてもトークンサクレるから。先手だった時は結構強い。まあ、なんだろうな。やっぱシェオルドレッドとかがでっかい壁になっちゃうからな。シェオルね、タフ5だからさ、そうグルール系のデッキでさ、どかすはまず無理なんだよね。まあ、そのサイズで上回ってお前なんか関係ねえって踏み潰すことはできるけど、あのね、4号っていうサイズね、なかなかね大変ですね。でしかも4号のサイズをさ、グルールはさ、お得意のさ、そのサイズでさ超えようとしてもあいつ摂氏持ってるからね、それやりすぎだよな。あれ摂氏持ってんのがね、今度はじゃあサイズで超えようっていうやつに対しての牽制になってるから、あれかなりね計算された強いクリーチャーなんだよ。その4号っていうので火力で落とされづらいならば、じゃあサイズで超えよう、じゃあサイズで来るんだったら摂氏で相打ち取ろうってなるからね、めちゃめちゃやばい。で1、2、3、4、5、6、7、8、だからレア1枚か。おおお、待って待って、ろくな展開なくね。白の伝説ダニーサぐらいしかなくね。ダニーサじゃない、ダニーサダニーサ出すぎじゃない。ワンボックス4枚出てるよ。うん、そのショーケース含めてとはいえさすがに。うわーこいつなー、なんか昔のデザインの方が好きだな。その装備シナジーあるやつ、こいつ結構今雑だからな。でその次に来るのがマルチの R、 あ、アスターね。あの装備品書き換え持ってこれるアスターくんね。はいはいはい。でそっからなんかインベージョンの、てか今回ちゃんとドミナリア系のあのザリストにまとまってんだな。こんなんあったっけ、俺やってないけど覚えてねえぞこれ。え、2マナのアーティファクトでクリーチャーウィズパワー1オアレスダンアンタップデュアリング、あ、パワー1以下のクリーチャーがアンタップしねえと。はあ、渋い能力だな。1以下、まあ2マナだからまあ、結構対策カードとしては使い勝手いいけど、どうだろう、当時使ったんかな。なんか結構思ったよりか強かったの。でそっからバルモアからの、山からの、1、2、3、4、5、6、あ、待って、もうごめん、シブの浅瀬見えたわ。というわけであのレア1枚多いわ。はい、ボーダーレス版のシブの浅瀬ゲットだぜ。やった、とっても綺麗、これいいね、お得感ある。で、これに加えて通常のレアも1枚あって、それが、まあ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 、霊気の媒介者と、まあ普通に強いね。あの3モードから1個選べる優秀ウィザードでございます。トークン出すかバウンスするかワンドローと。うん。まあこれも
普通にスタンダード環境だったらかなり活躍しそうだけどね。バウンスが何でもいけるもんな。結構強いカードで、そっから、どっち？アーティファクト。アーティファクトの顧問。勝者の斧。おう。やばい、お別れの時間が刻一刻と近づいてきております。残り残り4パックです。まあ、リディアナが出たからもう、よしとするか。いや、まあ、来月からさ、放浪王がもらえるイベントあるじゃん。プレインズウォーカーチャンピオンシップかな。で、あれさ、スタンダードか、だいたいリミテッドだと思うんだけど、ちょっとあれ大きいね、スタンダードやろうと思ってるからね、割と真面目にね、シェオルドレッド欲しいんだよね。まあ、1枚はさ、あるから、まあ、なんかちょっとごまかしたら2枚ぐらいでできるかな。まあ、3枚はいるかな。まあでも3枚だとしたら、ここで1枚当たれば、あと1枚は、なんかごまかしごまかしでその地点に入ると思うから。だからね、結構放浪をね、欲しいんですよ。というわけで、放浪を欲しいからスターのデッキ組みたい、スターのデッキ組みたいからシオールドレッドが欲しいっていう、まあそういうシナジーができてたんですけど、カープルーザーの森と。で、カープルーザーの森から、まあルートアラと。おー、やばい、どんどん終わりが近づいてきてる。皆さんどうですか？プリンズウォーカーチャンピオンシップ出たくないですか？てか、スタンダード久しぶりにやりたくないですか？今現在この動画見てる人の結構多くはさ、かつてそのスタンダードっていうものがマジックのスタンダードだったわけですよ。その名の通り。で、時代をやってた人はさ、やっぱ新セット出る時のさ、喜びとかさ、今よりも大きかったと思うんだよね。今やっぱなんだかんだでさ、なんかその再録のカードだとかさ、なんかその下環境用に欲しいとか、に注目いっちゃうからさ、注目するカード減ってんだよね。スタンやるってなったらさ、例えばこの霊気の媒介者とかでもさ、結構興味持つけど、そうじゃないから、なんかせっかくカードがさ、こう300枚ぐらいあるのにさ、ちょっと見るとこ少ないのはね、気になるよね。で、え、あれあれこれレア1枚多いんじゃない？レア1枚多い。やった。イバラのハイドラ。イバラのハイドラからの、通常スロット、頑張れ！あ、ダメか。ああ、司祭さんですね。はい、黒いロード。で、黒いロードからの、これ黒くね？ちょっと待って、これ、あれこれマジで行ったんじゃない？え、マジで行ったんじゃない？てれれ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 2回外すってすごくね、ホイールで。これせっかく黒のさ、そう、伝説のところまでさ、ちゃんと行っててさ、お、マジかよ、これで外すの？つら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 谷園。はい、ラスト2パック。いや、でもね、パック開封ね、楽しい。ちょっと本当に久しぶりにね、このパック開封の楽しさね、思い出せたわ。最近開封さ、あんまり動画でやってなくてさ、開封大好きとはみたいになってたけど、やっぱね、開封こそがね、一番楽しいよな。で、沼からの、まあ、1、2、3、4、5、6、7、8。というわけで、レア1枚。レア1枚だけど、頑張れ。真っ白い。しかもエリュータン、うわ、あれじゃん、ウルザのなんとかじゃん。はい、ウルザ、タイタンズを組織する。これはね、まあ、リミテッドで、まあ、最も弱いレアのカードといって過言じゃないんじゃないかな。その、プレインズウォーカーがないと、その、すべての賞がね、価値ないのよね。で、プレインズウォーカーなんかさ、リミテッドやっててさ、もう基本使えないから、だからこれ、ドラフトやってたらさ、もう、まあ、アリーナだったら一応ジェムに変わるからさ、どっかで取られるけど、普通の紙のマジックだったらもう基本最後のピックになるカードじゃないかな。で、しかもその白っていうのがさ、ダメだよな。今回プレインズウォーカーでさ、赤と黒と、あとあれか、まあ、緑白か。っていうので、まあ一応まあ緑白は白使えるけど、そのカラー的にも合ってないからな。で、その次青い。コモンの。で、何これ超グロ映像だった。びっくりした。なんか3回見たら死ぬ絵みたいので、ちょっとハッとしたけど。で、ラスト最後のパック頼む
いやもうてか考えれば考えるほどお前らマジで許さない、本当に本当に許さない。お前らなんでここまでさ言ってダメなんだよ。はい、でこれね、ダメな時ね、最後の1パックでね逆転したことなんかね今んとこ人生でないからね。もうダメなものはね、ダメなものは何もやってもダメだから、もうロボ界側の言ってること正しかったんで、1、2、3、4、5、6、7で次がレアだったらレア1枚できるわ。ボハーで、ボハーから最後のレアスロット、あ待って、いやーマジお前ほんと死ねよ、お待たせじゃねえんだよ、お待たせ、お前ほんと皆勤賞だな、お待たせすんなよこいつ、キクショで最後が黒じゃねえな、黒じゃない伝説の、はい、ラゴモス。またモテ遊ばれたぜ、くそというわけでね、シェオルドレッドは引けなかったですが、俺にはねまだこのボックストッパーと、まあ、プロモカードがねありますんで、まあ、ここでね逆転したいと思います。ちなみにあのボックストッパーで逆転することは不可能だけど、あのプロモパックの方はね、まあ一応未だにあのセラテンさ、なんかあのね買い取り2万とかしてるから、まあだからね、やっぱセラテンはねある程度価値あるっぽいね。なんかあの初動5万とかしてたけど、5万はアホだろうと思ってて見てたけど、まあどうやらね多分今後流通も減ってくるから、まあそうなると、まあゆくゆくは5万なのかもしれない。はい、というわけで、あのこのボックストッパーはこれでしたと。はい、オタリアの夫人でございます。これもさ、コレクターブースター山ほど買ったらさ、山ほど出るからさ、まあ、山ほどコレクターブースターを買うなっていうあの公式からのお達しなのかもしれないけど、うちにはねこいつがねもう山ほどいるんで、ちょっとボックストッパーなんとかしてほしかったな。なんかボックストッパーをさ実用的なもんとかにさしてくれたらさ、例えばあのボーダーレスのダメランがあのボックストッパーからしか出ないとかだったらいいけど、ちょっとこれはね、いや本当にあのなんだろう、カードゲームに対して言うことじゃないかもしれないけど、どうしろとって感じがするから、ちょっとそこは気がかりですね。で、はい、最後にこれ、これで逆転しよう。一応ね、まあ、セラテン以外にもあのアートカードっていうね、まあ、本当はあの大逆転ホームランが存在してるから、でアートカードはなんかもうこの辺金ピカなんじゃなかったっけ。はい、というわけでアートカードはねえと、アートカードはないから、こっちが白か。で最後にひっくり返そう、旧枠フォイル出てこいや。おお、よっ、え待って、これ結構いいじゃん、アトランティスの王の旧枠。待って、しかもアトランティスの王こそさ結構旧枠倍するやん。一応今回5種類ある中であのプレイアブルで言ったら一番プレイアブルであると思う。よっと、世界に5000枚しかないアトランティスの、でしかもさあのマーフォーク使いなんかアトランティスのさ基本4枚欲しいわけだな。そうプレイの面で言ったらもうこれの4枚ってかその1枚の価値だいぶでけえぞ。しかもマーフォークさ今後も多分強化されていくだろうし、えつうかこれ多分さリリアナよりも高いんじゃねえかな。いや、めちゃめちゃいいの聞いたわ。いやー、というわけでね、やっぱりね、団結のドミナリアのプロモカードでね、かなり逆転できるので、もちろんね、なんかあの、箸にお棒にもかからない奴らもいるけど、でもね、やっぱりね、この旧枠フォイル、そう、この世界に5000枚しかない旧枠フォイルシリーズがある限り、我々団結のドミナリアは不滅です。はい、というわけでね、今日の開封は以上になります。いや、いかがだったでしょうか。まあ、久しぶりの開封だったけど、やっぱりね、開封ってね、いいもんですね。ちょっとまあ、シェオルドレッドは当たれなかったけど、まあ、今後ね、また開封していこうっていうそのモチベーションなのかな、これは。モチベーションというか、その理由にもね、つながってるんで、そう、俺のリーズにもなってるから、これからも、まあ、パックでね、なんかお目当てのカード引けるように頑張っていきたいと思うので、チャンネル登録&高評価で応援よろしくお願いします。それでは皆さん、また次の開封動画でお会いしましょう。さようなら。